定年、そして現役を完全に引退した後の生活を思い浮かべたとき、仕事一筋のサラリーマンだと、何をして過ごしたら、と困ってしまうかも。今時のシニアは、旅行にドラマ鑑賞にと、いろいろな楽しみを見つけているようです。そんな充実した老後も、ある日、突然終わりを告げることもあるようです。早見表、年金に頼らず、夫婦で100歳まで生きるための貯蓄額。 定年を迎えて現役を引退した後の生活、今時のシニアの楽しみは、60歳定年が主流の現在、60歳で仕事を辞められるのは勝ち組だけ、65、いや70まで働かないと、という人も多いでしょうが、いずれにせよ、いつかは誰もが現役引退の日が訪れます。今まで仕事一筋だったから、定年後の生活をイメージできないそんな人も多いようです。 では昨今のシニアは何を楽しみにしているのでしょうか。ソニー生命が言ったシニアの生活意識調査2023によるとシニアの楽しみで最も多いのが旅行で39.9%。テレビ、ドラマ、38.4%グルメ、27.1%映画、25.6%読書、23.3%と続きます。 男女別に見ていくと、男性で最も多いのは、旅行で39.0%。テレビ、ドラマ、スポーツ、映画、グルメと続きます。一方、女性で最も多いのは、テレビ、ドラマで45.0%。旅行、グルメ、映画、子供、孫と続きます。時間の制約があった現役時代は難しかった、旅行。 定年を迎えたら、という人が多いようです。旅行に際し、いくら、使っているのでしょうか。旅行に対する1ヶ月の出費、については、全体平均が2.9万円。1年で34.8万円夫婦2人で70万円ほど。1年に何回か国内旅行、または1年に1回、海外旅行、そんなところでしょうか。60歳で定年を迎えた後、 再雇用制度で65歳まで働いたという男性。もし60歳で現役を引退していたら、65歳からもらえる年金は厚生年金が10.7万円。国民年金と合わせると月17.5万円ほどでした。定年から5年間、延長して働いたことで厚生年金は月12.2万円と、月1.5万円ほどアップさせることができました。 共働きで二人三脚で頑張ってきた妻も65歳まで働き、厚生年金は月11.3万円。国民年金と合わせて月16.2万円ほどになります。夫婦合わせて月35万円。年金だけでも十分に暮らしていける金額です。さらにコツコツと貯めた預貯金と、夫婦の退職金を合わせると6000万円ほどになるとか。 将来に不安なことは何も一つありません。